ですね、うん、ヌード写真集を出したいっていう明確な、うん、あ感じではなかったんですが、うん、すごくこう色っぽさとか色気の表現をしたいっていうことは思っていましたね、うん、で、じゃあロケーションこういう感じがいいんじゃないかとか、うん、まあだからあれですよね、その原案こそ自分でしたけども、うん、あの固まっていったのは、うん、あの本当に出会いですよね、この今回のこの作品を作った、作ったチームの、方々との出会いから固まっていったという感じですよね、うん、はい、簡単なお仕事じゃないですよっていう感じで、うん、すぐなんていうんですか、口説かれたっていう感じでも、それなりの覚悟だったり、うんうん、本気度だったり、うん、情熱、まあ、今回ファッション、ね、ファッションのブルっていうタイトルだったんですけど、そのちゃんとあるのかみたいなことも語り合いながらですよね、私はもちろん戦争も知りませんし、戦争の後の厳しさも知らないですけど、おじいちゃんおばあちゃんとか、両親が、本当にお仕事頑張って、高度経済成長ですよねの、時に生まれてるから、うん、苦労は知らないんですけれども、うん、きっと大変だったんだろうなっていうところで、うん、すごいなっていうその尊敬の念と、うんうん、あと、夜のお仕事だったり、うん、水商売っていうものが身近に あるっていうことがちょっと複雑に思っていた時期があったんですけど、うん、よくよく考えてみたら、ずっと幼い頃からジャズの音楽が、ジャズバンドのね、生演奏が聴けたりだとか、常に身近に音楽があったわけで、それってそこで、その花街とかで、芸事をずっとやって、仕事してる女性たちのおかげで私はその環境の中で育つことができたんだなっていうのがすごく強いです。そこからその気持ちがすごい強かったんで、そこからこれを表現したいという気持ちになってなりました。で、あとやっぱりその風景というのは徐々に消えつつあったので、残したいという気持ちで、今だったらなおさら、CD も、まあ、映画も、データで買う時代になったので、触れるっていうこと、そしてプラス、これは想像してませんでしたけど、パンデミックが起きて、ますます触れることができなくなってしまった。で、何ですかね、こんなこと言ったらちょっと偉そうですけど、古い絵画とかね、建造物とか、それって残そうとした人がいたから残ってるわけじゃないですか。私が残したいと思ったんですこのカルチャーを、はい、でその思いをちゃんと受け取ってくれたこのチームで、作り上げたいと思ったんですね、この作品を、はい、皆さんこんにちは、福田明日香です。私の、ソロファーストソロ写真集、ファッショナブルが発売になりました。ぜひね、本当にたくさんの方に見てもらいたい、とっても、自信作でございます。大きな本を、持って帰れない方は電子版もありますのででもきっと電子版を見たら、本の方も見たくなっちゃうと思いますけどぜひ、ご堪能ください。